知り合い？紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。やばい、二人とも人見知りだからこのままだと空気が冷え冷えになっちゃうぞ。え？スクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか？この子の状況は大まかに聞いてはいたけど、でもなんで彼女がこんな目に遭わなきゃいけなかったの？ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな話をして。私、自分の性格が嫌いだ。すぐ意味のわからないことであれこれ悩んじゃうし、いつも吐け口を探してそこで愚痴をこぼしてる。ううん、そんなの平気だよ。何があったのかコレイが話してくれて本当に嬉しい。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって私からすると認めてもらえたってことなんだ。だって私、その、もう気づいてるとは思うけど、あんまり話し上手じゃないでしょ。それに、自分の興味がある話題だと、のめり込んでよく話が止まらなくなるし。でも、前に私が錬金術の話をしても、あなたは全然嫌がらなかった。だから、あなたがこういう話をしてくれて、むしろ釣り合いが取れた感じがするの。さっきの話を聞くまで、あなたがこんなにも悩んでるなんて全く思わなかった。つまり、私たち、似た者同士なんだよ。本当に？本当だよ。誰だって自分の問題を抱えてる。私だってそういうことがあるもん。あなたが言ってた感覚って、私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって、普通の人よりも気力を何倍も使うものだから、言葉を口にする前に、何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って、場を気まずくしちゃわないか心配してね。うん、すごくわかるよ。それに、天才から指導を受けるのが簡単じゃないってこともね。あなたと出会うまで、ここまで私とそっくりな人には会ったことがない。私、人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。話題なんて何も考えずに、ただ一緒に座ってればいいと思う。スクロース、本当に何も話さなくなった。でもなんだか息苦しくない。もしかしたら本当に彼女の言う通りで、私たちって似てるのかも。スメールにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど、今日は隣に仲間が一人できた。
本土の風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲、私の試験管に似てると思わない？え？ああ、私は思わないかな。ごめん。そっか。じゃあ私たちって、まだ少し距離があるのかも。少なくとも、物の見方についてはね。スクロース、ありがとう。言葉にして、だいぶ気が楽になった。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。今度機会があったら、種が4倍大きいスイートフラワーと、種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。ああ、わかった。ぜひ私に見せてくれ。そうだ、クッキーがあるの。一つどうかな？チーズ味とトマト味があるんだけど。うん、チーズ味にするよ。あの二人、景色を見てるみたいだね。これいい！これいい！え？付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。一人でだって、何回か来てるのに。え？他の注文だってよ。え？なら、私のことは先輩じゃなくて、リサお姉ちゃんって呼ぶべきね。え？